ユーラジアムは日本、フランス両国の文部省に公認された大学であり、アジアとヨーロッパの国際文化交流に特化した唯一の教育機関である。ユーラジアムは欧州企業の日本への投資を活性化すべく EU によって推進された企業教育プロジェクトである。その分野での成功を評価され、2005年には欧州の学生を対象とした高級的な 大学教育機関に生まれ変わった。また、元からあったビジネスマネージメント学科に加え、アートコミュニケーション学科が作られた。この学科では、アートと日本文化の専門家及びヨーロッパ発の漫画家の養成を目的とした教育を行う。このカリキュラムの編成にあたり、フランスの主な出版社であるグレナ、カナ、ピカ、カゼ、トンカム、デルクールのほか 日本の東映やジェトロとの提携を開始した。2009年からは日本の大垣女子短期大学、中国のトゥルーカラーズ、イギリスのランカシャー大学との提携を始めた。2014年には日本における専門教育機関としての地位を確立した。これは海外発のカルチュラルスタディーズとアートの学校としては初めてのことである。ヨーロッパの学士、修士、 博士号の過程に沿った大学教育を行っている。ユーラジアムの学位は3年の学業終了時で学士号、5年で修士号を授与している。ユーラジアムの生徒は少なくとも1年間の学業を日本、中国、あるいはアメリカで行うことが必須となっている。入学には選抜試験を受けなければならない。多くの授業は10人から20人の少人数制の 授業編成となっている。ユーラジアムには以下の2つの学科が存在する。アジア言語、経営学科アート、コミュニケーション学科以上のカリキュラムは欧州の学生向けである。その他、日本人学生向けに以下のようなプログラムも組まれている。ヨーロッパ言語、経営学科西洋美術学科ユーラジアムは日本に存在する唯一のフランスの美術教育機関である。 日本政府から認可され、東京都文京区にて、毎年フランス人留学生の受け入れを行っている。日本、中国、英語圏の多くの大学と提携を結んでいる。ユーラジアムは、フランスの主な出版社グレナ、カナ、ピカ、カゼ、トンカム、デルクールとの提携協力を行っている。この提携協力を通じて、出版社の経営者人が講義を行ったり、 卒業論文の審査などを行っている。出版社との提携の他に、ユーラジアムはアジア文化研究センターとして、ユネスコ、ポンピドゥセンター、パリ市役所、ビレット科学博物館、ケブランレ美術館、アングレーム文化祭、パリ CCI などに参加している。30人以上の生徒がフランスや諸外国にて作品を出版し、ユーラジアムは、 ヨーロッパ最初の漫画の学校として認知されている。実際、アングレームセンターやベルギーのサンリュック校の設立よりも早い。ありがとうございます。